山本呉服店というのは岐阜県西濃地方で3店舗経営しておりまして、揖斐川町の本店がもうすぐ130年を迎えます。で、池田店がと北方店3店舗で運営をさせていただいていますが、弊社の方は着物だけをずっとこだわって扱わせていただいてます。着物に関してはどんなことでもお答えできるようにしていこうということで、細かいオーダーでもお受けしております。で、特徴としましては全て、買取で仕入れをさせていただきまして、お客様に直接販売をさせていただいてます。ね、やっぱり着物っていうのはファッションとして自分が綺麗に見えるとかかっこよく見えるっていうことが一番大事だと思うので、そういったセンスを磨いた社員教育を目指しておりまして、そういった、お店での販売もスタイリストっていう自覚を持ってお勧めできるように社員教育も行っております。お客様とのコミュニケーションツールとしましては、だいたい月に1回程度新聞の発行をしておりまして、そちらに、例えば着ていかれたお客様のお写真を載せさせていただいて、いちごさんですとか入学式、結婚式っていったイベントももちろんですし、初詣とかちょっとお食事に行きましたっていうこともあるんですが、そういうお客様がどんな、お着物で、着ていかれて、例えばそういう時には自分もそういった着物を着ていけばいいんだなっていう参考にしていただいたり、あ、今度歌舞伎を見に行くから、じゃあ今度は洋服じゃなくて着物にしてみようかなっていうふうに思っていただける、お着物を目にしていただくことで思い出していただいて、着物を着たいなっていう気持ちになっていただくように新聞の発行をさせていただいたり、あとは着物を着ていく機会として社内でオリジナルの企画を組めまして、日帰りのバスツアーですとか電車に乗ってご飯を食べに行くっていったイベントも月に1回程度開催させていただいてまして、少しでも着物を着ていただける機会を増やしていきたいなと思って活動をしています。You know, if someone comes in and they don't want to just have a generic one, they can go to anywhere and get a generic kimono. They come here for something special. People don't come here on a whim. They come here with a purpose or to feel something special. So people come here right out of the way. They put the effort in to come here because there's something special. This is a very old shop that has...the owners trained by their fathers who had that original passion. If that passion is a flame, then yes, it may have been a certain kind of iridescence in the formation of the business, and now it may be something else. Maybe it is a quite different kind of iridescence, but it still burns in its own way, although sometimes.この度の山本呉服店さんでのインターンシップを通じて私が一番興味深いと思ったことは、山本呉服店さんがお客様と強い信頼関係を構築していくことを重要視していることです。利益を上げることよりもサービスのレベルの向上や一人一人のお客様の満足度を高めることを大切にしている、重きを置いていることで、この来店されるお客様一人一人と強い信頼関係を構築できているのではないかと感じました。この山本呉服店さんが今日まで大切にしてきたお客様と信頼関係を構築しようとするっていう精神が他の地方にも見られる他の企業、老舗、他の業界にも応用できるのではないかと今回インターンシップを通じて思いました。この点が非常に興味深かったです。今回ありがとうございました。今回インターンシップに来させていただいて特に印象的だったのが、着物を例にとると例えば色を変えてほしいだったり、このデザインを使いたいなど、販売店さんがメーカーさんに依頼をした時に、メーカーさんは今まで積み上げてきた信頼だったり、あとはこういうテイストだっていうのを深く理解してくださっているという点から、すごく快く両者の間でビジネスが行える関係があるという話がとても印象深かったです。メーカーさんと呉服店さんの信頼関係、他の
例えば私が知っているようなよく見る会社さんでは行われていないような活動がされていることに驚きました。山本呉服店さんに来て私が学んだこととして社長さんに質問をして従業員さんが楽しそうに働いていることとお客さんが多いことどちらがいい幸せって聞いたときに従業員さんが楽しそうなことっていうふうに答えてなんかそれが個人的にすごい印象深くてこれが直接利益には関わるかどうかって言われると多分それは間接的になると思うんですけどそれ直接的なことばかりに目をいかずに他の人のことも考えられる経営をしていることが多分都市部ではあまり考えられていない考え方なので今回山本が福店さんに来て地方の企業を見て初めて知れたこととしてあります。明治学院大学さんの学生さんをインターンシップで受け入れさせていただくということで3日間終了しましてで先ほど学生さんのお話をお聞きしててすごく関心と感動と感謝の気持ちでいっぱいです。正直着物屋さんってあまり行かれないと思うので教会の話とかなかなか分かりにくいことがたくさんあったと思いますし、山本呉服店っていう店自体がちょっと業界の中では変わった取り組みをしていましてこのお店は本当に数パーセントしかないくらいのちょっと珍しいやり方で経営をさせていただいております。専門学校卒業して就職活動をしようとなっていろいろ調べてたんですけどそこ家族にも優しいそういった女性の人にも優しいしっていう風なことが書いてあってすごくなんかこうアットホームな感じの会社に見えたんです。一番大事にしていることはやっぱり温かい会社であることっていうのが一番大事だと思っているのでうちの社員のみんなをはじめ会社の雰囲気が一番大事かなと思ってそれをより良くしていくために今後も経営していきたいなと思っています。ここのお店は私も大学卒業してからこのお店に就職させてもらって結婚はもちろんなんですけれども3人も子供をここの会社で産ませていただいてやっぱりこのお店のいいところってスタッフが本当に家族みたいな感じで一緒に子育てをしてくれたりとか社長はその辺も理解があるので本当に助かってます。ありがとうございます。ずっと長く続いてきた会社っていうことは今までの先祖が作り上げてきてくれた信頼関係っていうものがあっての今の会社ですのでそれを本当に今バトンを受け継いでちょっと預かっているだけのことですので自分の中で覚悟というか気持ちを大事にやっていきたいなと思っています。普段お友達になれない方と お友達になれて今こういう仕事をしているっていうことは幸せ者だと思ってます。頭が切れてやっぱり仕事にすごく熱心で私たちにもいたわってくださるので、はい、本当にこれからも頑張って社長と一緒に山本呉服店を盛り上げていきたいと思います。日本の伝統産業として本当に着物っていうものはいいものだと思っていますのでそういった職人さんたちの技術を紹介させていただいてお客様にお伝えをするっていうのが小売屋の私たちの仕事だと思うのでそういった職人さんたちを守っていくというかきちっとした情報をお伝えして良いものを紹介していくっていうことがこれからの着物をご存じない方にもあいいものなんだら着てみたいなって思っていただける努力をしていくことが、企業としての責任だろうなと思って今後活動していきたいなと思います。